いよいよここからオープンクラス23台による決勝トーナメント追走を開始いたします。単走結果9位から1台不参加ということでしたが、23位の計15台がベスト24追走を行います。でここで勝ち上がった選手が上位8台と戦うベスト16に駒を進めるということができます。もう追走に関してはね、先行が単走のライン通りに走ること、はい、後追いはそれに対してどれだけ近づけるかっていう、そこですね。はい、先行が高津優選手、後追いが福田大輔選手で、まず1回目です。桃引きまっすぐっぽいな。そうですね。いいんじゃないですか。ああ、七三だ。もったいない。もったいないな。もったいないですね。七三で。そうですね。福田の勝ち。はい。結果福田大輔選手が次のラウンドに進みました。はい、小林先行、長津が後追い。離されますね。あれ、後ろ何もしてない。64小林、ともに同じチームです。当たりましたね。ちょっと今当たりました。当たりました。今当たりましたね。 6.5 長津、はい、戻っちゃったね小林、はい、ね。先行が木村、そして後追いがカニ、はい、カニ、カニ、カニ、ひろゆき選手です。雨なんで、こういうコンディションなんで、まずは、あまり車を壊さないように、とりあえず楽しむことですね。こだわってるポイントは、ご覧の通り、シルビアとかですね、ターボが、ほとんどなんですけども、僕はちょっと NA で、頑張ってみようかなということで、はい、NA 魂でどこまでいけるかっていう、その挑戦をやってます。はい、お、話すか。話しましたね。後ろ何もしてない。あら、ちっちゃいな。64木村、ちっちゃいな。さあ続きまして先行は今度はん、なんだ、ドリフトしてねえぞ。カニ選手です。カニドリフトしてねえぞ。しなかったですね。カニドリフトしてないし 6.5、木村、信江先行、後追い新井。離れた、離してきましたね。うん、あれ、あれそれダメだろ。追いつきましたね。うん、それダメだろ、信江、はい、まあでもまた話した。64信江決まりですね。はい、はい、まあいい距離だぞ。あー、信江、信江、ちょっとビビりましたね。10-0。新井康弘選手が進出です。はい、今のはつきすぎちゃったんですかね、最終で。多分思ったより近づきすぎてびっくりしてブレーキ踏んだみたいな感じだったさあ続々ときます。次は先行山之内、そして後追いが佐藤拓磨です。あー、離れるな。ちょっと離れてますね。お、山之内、おう、6.5 や山之内おー、5.5 山之内、はい、
で続きまして山口達也先行、はい、後追い西澤優也選手です。はい、あ近い、いい距離だ、いい距離だ。あこれは前が悪い。そうですね、10-0。結構いい距離ですか。いいですね。戻っちゃった。なんとか持ち直したか。ダメか。ダメですね。戻っちゃった。これもダメですね。7-3ですね。そうですね。西澤選手が次のラウンド、ベスト16進出です、はい、先行が高波です。後追い中村大輔。自信があんまりないんですけど、やれることをやっていこうかと思ってます。あそうですね、まあ、角張ってるところですかね。なんかそういう部品ばっかりちょっと見てたらつけたくなっちゃって、つけてしまったっていうところですね。そうで、既製品じゃないものをつけるっていうのがポイントです。先行アンダー。おお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 おなんだ、マンジですか。マンジだ、うん、高波、何がやりたかったんだ。おおおおこの線後追い怖いですね。どうなんだか。ナナさんほら逃げた。早っ。逃げますね。早いですね。あれあれ、危なかったですね。危ない。土屋さん、まずはこのベスト16をかけた戦いはいかがでしたでしょうか。はい、いや面白かったね、うん、変な意味で面白かった。変な意味で、そうそうそう、技術がどうのこうのじゃなくて、ええ、変な意味面白かった。そうです、新鮮だったね。なるほど。ベスト8をかけた、いよいよまずは1本目、先行野島、後追い福田で間もなくスタートになります。食いついていくのは福田です、うん、野島だな。いかがでしょうか皆さん。6-4野島、野島ですね、うん、野島がいい距離感で詰めていきました。10-0 10-0。さあ続いては先行が山崎、はい、後追いが長津です。いい距離だよ。逃げたね、うん、6-4。分からない、黒の、分かんない、黒黒だから、はい、長津が先行。先行山崎の勝ちね。はい、はい、82-86、神谷木村の対戦、先行が神谷康介です。木村がついていく、どうでしょう。後ろに回るな。6-4、ね、近いな。近い近い。あ、いいんじゃないですか。10-0。うまい、うまい、さすが、うまい、うまい、うまいじゃん、落ち着いてるじゃん神谷。で、神谷選手がベスト8進出です、はいはい、先行長澤あかりかナンバー95、後追いが荒井康弘選手です。今回ちょっとウィステリアのチームでちょっとずらっと今回来てるんで、その中でも一番になりたいなとも思ってるんですけど、とりあえず優勝を目指して無事に帰れるように頑張りたいと思ってます。こちらのマシンはウィステリアさん の, デモカーなんですね。で、昨日の練習でずっとドライだったんで、今日いきなりウエットになってちょっとビビってますだけどちょっとこのマシンの力を借りて、まあ、パワーもあるしポテンシャルも高いので、そのマシンの力を借りて、はい、頑張りたいと思います。
どうだ、いい距離だ。あーなんかダメだな。あー後ろに回る。あー後ろに回っちゃうね。6-4安定ですね。ダメだ、ビタビタです。はい、6.5 あかり、長澤あかり選手がベスト8進出ということになりました。77堀川先行、後追い76山の内です。はい、後ろに回る64、はい、カーナンバー77、はい、堀川選手が追っていく形になります。先行山の内です。どうですか、64白、はい、64。続いてが81番の岸梅選手と93番、勝ち不戦勝で勝ち上がった平山選手です。あー逃げるな。早いですね。早いですね。全然早い。6.5。ああこれ難しいな。それはもうしょうがないよね。おお。うまいうまい。うまい。うまい。6.5岸梅。うまい。うまい。合わせ。さあ続きまして85番の海瀬対88西澤です。6.5。やるね海星。ああつけていく。ああどうですか。6-4。うまい。続いて石黒対中村。はいはい、おお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 野島、山崎、神谷、長澤、堀川、岸梅、海瀬、中村というベスト8です。はい、